さあ続いては門前マップ。今回は備前市の日生町西念寺周辺をぶらりしていますが、はい、キーワードをちょっと確認しておきましょうか。はい、いよいよですね、はい、一つ目のハートのある橋が見渡せるハッピーな場所の有力な手がかりをゲットできましたよ。はい、昨日どうやら立越山の上にあると、うん、いう情報を掴んでましたけれども、はい、まあね、レナピョンね、登りたくないと、うん、そうですね、言っていましたが、ちょっと弱音を吐いてましたがね、はい、どうなったんでしょうか。はてさて、どうなる。あの、重大なことが分かったじゃないですか。重大なこと、まさかの立越山に登らないといけないっていう、アーチとか橋とかハードとか言うから海辺は思っとったんですよ。でよく見て、今回なんかちょっと地図今気ぃついたけど山ありましたもんね、ここにね。この色出たことない、この地図の中で、うん、歴史上。いや、最初に気づいておくべきでしたね。ってことは今ここにおるわけでしょ。はい、どの山やっていう話ですね、方向的には。あの山、登りたくないな。国民的アイドル AKB48 の姉妹ユニット、大阪難波を拠点とする NMB48、 今注目のアイドルと倉敷市高蔵寺の天野幸雄住職の異色の二人旅。旅の目的はオリジナルの門前町のマップを作ること。自分たちの体験からおすすめの情報を詰め込むのだ。今回訪れたのは備前市日生町にある西念寺。16世紀に建立された歴史あるお寺なのだ。さてさて、どうなる？門前マップ。大体ロケって、あの、美味しいもの食べたら一つ終わるんやけどね。そうですよ。まさかの美味しいもの食べた後に登るっていう。登るってね。あ、でも幸雄さんは高所恐怖症なんですよね。私はもう全くダメですね。私全然余裕な人で、うん、なんていうんですか、もうジェットコースターとか、あのバンジージャンプとか、うん、全然大丈夫な人で。あー、ガンガン、そんなダメダメ、もうそういうロケやったらもう欠席する。幸雄さん無理やり連れて行きたい。欠席する。なかなか来られないから待ちぼけになるかと思いました。びっくりした。いきなり。ありがとうございます。何さんですか。前市役所の田口と申します。よろしくお願いします。お待たせしました。ブツブツ言いながら上がってきたのに。はい、いきなりすごい爽やかな挨拶をいただいて。じゃあもういきなり行きましょう。はい、ということで今このキーワードを探してまして、はい、ハートのある橋が見渡せるハッピーな場所っていうのを探してるんですけど、はい、それはここですか。はい、まさにここです。おお、やったー。この上に上がると一番見渡せるので、はい、ハートが見えるんですか。はい、超綺麗。門前マップ。このキーワードを探してまして、はいはい、ハートのある橋が見渡せるハッピーな場所っていうのを探してるんですけど、はい、それはここですか。はい、まさにここです。おお、はい、やったー。この上に上がると一番見渡せるので、はい、ハートが見えるんですか。はい、わあ、すごい、超綺麗。こちら来ていただくと見れるんですが、はい、あちらで今工事中の橋があるんですけど、はいはい、あちらがですね、来年の4月に開通予定の備前日生大橋という橋なんです。備前日生大橋、はい、あちらの島はあれはどうなるんですか。つながってる島がですね、はい、角井島といって鹿がいる島と書いて角井島なんです。角井島、へ、まさに、鹿が、野生の鹿が生息してるんですが、はい、岡山県最大の島でして、まあ、ほとんどが国立公園に指定されてます。で、岡山県最大。こちら見ていただくと分かるんですけども、備前、はい、と日生の間に名前にハートをつけてですね、備前と日生の熱い思いがこもっているということで、こちらがつながるようになったんです。あ、その意味のハート。はい、その意味なんです。そういう意味のハートなんです。これが、まあ、そのハートがついている橋なんですけれども、うん、で、この島の住人の方々はですね、うん、船でしか行き来することができなかったので、うん、病院であるとか買い物であるとか、うん、そういったことでもう海が荒れるとですね、どうしようもないんです。じゃあもう
住民の方にとっては待望の橋ですね。待望の橋ですね。これがつながれば、はい、まあ、住民の方以外にもあのお客さんですね、はい、観光のお客さんなんかも橋で車で渡ることができるので。あちらはどんな島なんですか。まあ、一部にそのみかんの農園であったり、はい、イチジクの農園であったりそういったものがあるんです。こちら幸せの鐘なんですけど、もともとこの鐘がですね、はい、船についていたもので、こちらひなせがですね、はい、霧とかでこう見えなくなった際に自分の位置を知らせる鐘なんです。あ、そっか、濃霧で、はい。そうですね。で今はこちらに設置されて、まあ、うんうん、霧が晴れてですね、世界が平和でありますようにといったような願いが込められているような鐘なんです。もうもやもやしたものがパッとなくなって、ね、はい、ぴったしじゃない。すごいですね。これがかなり響いてですね、この角井島の南側に頭島という島があるんです、うん、はいはい、さらに南側ですね、はい、小豆島寄りにですね大田部島っていう島があるんですけど、大田部島、はいはい、こちらにまでも鐘が響くので、で書いてある通り早朝深夜はご遠慮くださいということで。ですよ、まあそうですね、うるさくなっちゃう、周りの人たまらんわ、はい、たまりませんね。島の方でもあの今日聞こえたよとかいう話があるのでね。じゃあ今は早朝でも深夜でもないので鳴らしてもいいんですか。はい、どうぞ。鳴らしたい。うどんつるつるで行った方がいいんじゃないですか、これ。じゃあ今日まだ魔法かけてないので、はい、そうですね、魔法かけながら鳴らしますね。はい、これ引っ張るんですか。引っ張ると全く何も起きないので、こう揺らしてください。こうですね、はい、思いっきり揺らしてもらえれば。いきます、いきますよ、せーの、うどんつるつるピカーン。あー、え聞こえますかこれ。もう一回していい。いきます。じゃあテイク3です。できた。わー、やった、幸せになれました。これはじゃあここにはカップルの方とか、はい、こう来られるんですか。そうですね、あのお子さん連れで家族で来られたり。おー、今日特に天気がいいので、はい、かなり見晴らしがいいと思うんです。そうですよね、はい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 、あの向こうのあれは小豆島、はい、そうですね、あれが小豆島です。すごい、小豆島か。こうして見るとすごい迫力ですよね。大きいですね。あのイカダイユンですか、はい、あれは何をしてるんですか。あれは牡蠣を吊るしてる養殖のイカダなんですけども。いいな、もうすぐですね。岡山県がですね、牡蠣の生産量がかなり全国でも上位なんですけど、うん、その半分がこの日生で取れてる牡蠣なんです。あら、へ、普段はこうもっと沖合にあるんですけど、はい、もうそろそろ収穫の時期でですね、はい、こういった塩通しのいい場所へ持ってきてるので。あ、そうか、はい、今日わざわざ寄してきてくれたの。いやいや、どんなすごい権力じゃない。すごい地味やけど、ね、あ、へ、じゃあもういよいよまた柿の、そうですね、11月上旬からですね。やっぱりシーズンになったらもう食べまくるんですか。いや、食べまくるというよりは、はい、そのイベントごとでですね、お忙しいなるね、はい、もう柿の PR で奔走します。はぁ、その PR また僕たちもお手伝いさせてもらって。いや、しますします。もう何でも声を思ってるよ、ね、今。いやでも公園のところにこれ座ってこうやって見てたらめっちゃ良くないですか。そうやな、綺麗。そうだね、ね、そうだね。いやでもやっぱりうどんくんと次は来たいと思います。そういうこと言いなさんなっちゅうに。いやー、すげえすげえ、本当にありがとうございます。はい、貴重な経験させていただきまして。はい、はい、ハートのある橋が見渡せるハッピーな場所見つかりましたね。ね、見つかりました。最高です。すごい綺麗でしたね。もう本当にこれからはいいですよ。はい、なんか山登るの嫌やなと思ってたけど、なんかその苦労この景色が見れて良かったです。そう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 、本当に。あのちなみにですけど、はい、あの橋が出来上がるとですね、入り口のところがちょっとこうハートに見える場所が、はい、できるかもという感じなんで。じゃあもうまた来ましょう。じゃあそうだね、確認せないかんから、もうペン来ないかんね、はい、ということで、はい、場所はまあこの山です。山やけど一番てっぺんに貼りましょう。じゃあてっぺんこんな感じ。いや、ぴゃ、お、できました。やったー、皆さんを幸せにしたし。はい、じゃあ、うん、もう一つ目をクリアできたということで、うんうんうん、次ゆるわるなへそイノシシを。イノシシね、山の中降りそうだから。もう何か分かんないです。分かんないですから、とりあえず、まあ、とにかくもう多分イノシシですよね。でも手当たり次第聞いて行ってみましょうね、はい、行きましょう。また降りるんよ。降りましょう。降りるのはでもスタスタ行けるじゃないですか。スタスタ行けるの、はい、おっちゃんきついわ。あ、
次回。二人の旅はどうなるのか、それはまた今度のお話。うどん姫が鳴らした鐘の音がね、最初カーンってすごい乾いた音がしまして、ちょっと思わずこうズサッてなりましたけれども。いやでもあれきっとね難しいんでしょうね。はい、なかなかね、うん、鳴らすの難しいのかもしれませんね。はい、いやでもちゃんと上手にね鳴らしてましたよ、うん、テイク3でしたっけ、はい、テイク3だということなんですけれどもね、はい、まあということでですね、無事一つ目のキーワードのハートがある橋、うん、それがある見渡せるハッピーな場所、はい、発見してましたけれども、まあ、やはりあの山の上にある場所、ね、こちら、はい、備前日なせ大橋、この間にハートという文字が入るんですよね。なるほど、うん、まあね、こういろんな人の思いをつなぐ幸せのね橋ですよね、うん、そしてこの写真の中にもね牡蠣が見えてますけれども、うん、やっぱり日生町といえばね牡蠣の養殖が有名なところなんですよね。板のところですね、はい、ねうんうん、で私もですね今年の2月にこの牡蠣の養殖取材に行ったんですけれども、はい、その時にこちらのハッピーな場所を登らせていただいたんですよね、はい、その時にあの大阪から来た人もこちらの場所を登ってまして、やっぱりそれだけ知る人ぞ知るといいますか、有名な場所なんだなと。なるほどね、ラッキースポットといいますかね、うん、全体も見渡せますからね、うん、ぜひとも皆さんも一度行ってみていただきたいと思います。そして2つ目のキーワード、はい、ゆるわるなへそイノシシ、これもまた気になりますけどもね。気になりますよね。どんなイノシシなんでしょうか、うん、おへそがチャームポイントなのかな、はい、うん、いいイノシシなのか悪いイノシシなのか、はい、また明日も続きます。以上門前マップでした。